皆さんこんにちは。それでは今からローラさんの部屋に行ってみたいと思います。17階です。とても明るいところですね。へい。入ってすぐ右側にはベッドを置くスペースが設けてあります。さらに奥に行くとリビングルームとダイニングルームが一緒になったスペースがあります。この部屋は眺めがいいことで知られていますので、マイケルさんにブラインドを開けてもらいましょう。東側のサンフランシスコのダウンタウンの眺めです。また南側にはサンフランシスコジャイアンツの本拠地のオラクルパークも見ることができます。16階の展望デッキもすぐ目の前にあります。それではキッチンを見てみましょう。まずは冷蔵庫ですね。カウンターがあります。それからコンロですね。コンロの下にはオーブンがついてます。たくさん収納できる棚がついてますね。大きな鏡になってますが、鏡の向こう側は押し入れです。で、ここがバスルームですね。このバスルームは南側に面しているので非常に明るくて清潔感があります。洗面所の鏡の後ろはキャビネットになっています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ローラさんのお部屋はこんな感じです。それではまた。さようなら。